東京マーケットワイド、お電話でお話を伺います。おなじみ岡三オンライン証券投資情報部長の武部力也さんです。武部さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日もドル円の話を中心に伺いたいと思いますが、はい、まあ、安倍総理の辞任の発表というのもありまして、まあ、それを受けて外国為替市場どうなるのかというのが気になるところですね。まあ基本的にもうどうなんでしょうね、まあ、アベノミクスというものが菅のミクスに看板が変わってた、まあ看板が変わるというわけでもなさそうですので、はい、マーケットはもうほぼほぼ織り込んでるのかなと。で、日銀の黒田総裁もまあこれも、ご一緒にお辞めるわけでもないですから、はい、2023年の4月まで任期があって、で仮にもし万が一お辞めになられたとしても、若田部さんも雨宮さんも、副総裁としていらっしゃって2人ともリフレ派でいらっしゃいますから、はいはい、日銀の金融政策も当然変わるわけもないだろうと。で、うん、安倍首相の、まあ、後継後任というところで、菅官房長官と、そして岸田政調会長、そして石破元幹事長、それぞれ出馬においての会見もなさってましたけれども、金融政策に関しては、まあ要はいずれにしても今目先変えるということはおっしゃってませんよね。そうですね、そうしたところでは金融当局 の、 岡村財務官も7月に就任なされたばっかりですから、うん、基本的に為替市場において、まあこれからですね、ちょっとどうなるか分かりませんけどもね、永田町だとか一部の報道では、10月、まあこれまだ野党の方がいろいろ合併新党の動きの中で混乱しているので、今のうちに解散総選挙した方がいいんじゃないかなっていうような見解もあるようですけども、はい、いずれにしてもそうした時にはこれかなりアノマリーですけどもね、トピックスなどもだいたいその選挙の前後というのは、まあ、株高ないしは円安をもってしてというのがなんとなくこれ政治手法でちょっと見えてくるところでもありますのでね、はい、まあ不測の事態で、まあ、円が突き動かされるような場面あるかもしれませんけども、基本的には過度な円高にはならないんじゃないかな、そうした見方ももってして、今日はちょっと一部資料の方もですね、はい、ちょっとご案内させていただければなというふうにして思います。はい、で早速なんですが、その、資料今日ご用意いただいたもの、東京外国買いための時期物のドル円の出来高ですね、まずは。はい、もう非常にシンプルなんですけども、2つほどちょっとこの資料でチェックしていただければと思いますけども、7月の31日の時に90億ドルを超えてというような出来高、東京外為市場、これ日銀が発表してますけどもね、ちょっと武部がこれ手打ちでちょっと汚ならちょっと見づらいかもしれませんけど、ご容赦いただければと思います、はい、7月の31日が90億ドル超えてます。そして8月の28日が68億ドルとこういうところ、うん、この東京外為市場の出来高というのは日銀がですね、端子会社だとかそうしたところを通じて集計しての、8時から、夕方17時までのですね、東京市場時間での時期物の出来高を集計したところでございます、はい、でこの90億ドルないしは68億ドル、じゃあ改めてですけども何があったのかというところなんですけども、次のちょっと資料を見ていただければというふうにして思いますけども、はい、この7月の31日の時に何があったのか、要はユーロ買いそしてポンド買い、まあ、そのユーロ買いに関しては特に欧州共同債ファシリティ債が発行されてユーロが買い戻されてドル売りになったというような経緯があったんですけども、これに伴ってドル売り円買いドル売り円買いというのが非常に強まったのが7月の31日先ほどの90億ドル超えていた時だったんですけども、はい、この時ちょっと思い起こしていただければというふうにして思いますけども、結果としてまあ、これは一部では公的機関投資家などが104円台の維持にかなり、まあ、買いを入れていた、まあ、そうしたところに対して CTA 系など海外のファンドもドル売り円買いを攻めていって出来高が増えたというのが先ほどのデータの証拠にもなろうかとは思いますけども、はい、結果として14時半過ぎぐらいにですね、まあこれ政府、まあ、財務省と日銀と金融庁の三者会合があったわけですけども、結果として岡村財務官牽制発言なさいましたよね、うん、はい、1ドル104円台を維持させてというところで、その後
106円の水準まで反転していった経緯があったとなってくると、まずはここで当面1ドル104円という水準感は加減として意識していいのかなというところがこれ一つ目で、もう一つ目のまた資料なんですけどもね、はい、先ほど60億ドルというようなデータの中で68億ドルデータというところでのところでは直近のところです。8月の下旬からですけども、安倍首相の健康問題というのが非常に話題になって、8月の19日にはすぐに公務にご復帰なされましたけども、8月の17日からだったでしょうかね、やはり安倍首相の健康不安をめぐってというところで、特に海外市場、現在という言い方していいと思いますけどもね、安倍政権のその継続性の不安、アベノミクスの頓挫というところで、特にこのオプションなんですけどもね、エンコール大量購入買って変動率が大幅に続伸いたしまして、はい、ちょっと難しいんですけども、リスクリバーサルと言いまして、エンコールスプレッドがこれ連日拡大しました。要はドルを売って円を買う権利、ドルプットエンコールのこの、出来高というのがボン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 増えていきまして、円高傾向が出たんですけども、結果として、19日に、すぐに健康回復というところで公務再開なさったんですが、改めて、先ほどの68億ドルを超えていた時はいつだったのか、先週のまさに金曜日でございますけども、はい、安倍首相が2時5、6分、7、8分ぐらいだったでしょうかね、G の、声明をなされてというところで、ドル円レート、先ほどのチャート、もう一回ちょっとご覧になっていただければと思いますが、106円の、107円のところぐらいからでしょうかね、はい、大きくストーンと下がっていったというところでございました、はい、ただしその105円の前半がなんとか維持されて、でその後なんですけども、週明けのところになりますでしょうかね、8月の28日の日銀の金融市場公表のデータなどを見ても分かりやすいように106円の半ばというふうにして出ていたんですけども、結果として週明け、ポスト安倍というところでは菅官房長官の名前が出てきて、やはり円高圧力がかなり低減化したわけですよね、はい、そうなってくると FX の投資家さんがどういった売買手法を取られたのかというところもちょっとポイントとして見ておきたいと思うんですけども、はい、海外のやはりその日本の政治事情を見るよりも日本国内の政治事情をやはり FX 投資家の皆さん方も肌感覚で非常に分かってらっしゃるのかなというところで、売買比率動向をちょっとご覧になっていただければと思いますけども、はい、一番最初にこの麻生さんのイラスト出てますけども、この時にやはり1ドル104円の水準の時ところまでぐっと下がった時には青いラインなんですけども、ね、回避率、7月の31日の時には、松崎さんこれ回避率思いっきり上がってますよね。そうですね、はい、いわゆる逆張りですよ、でその後健康問題というところで少し下がってきたところありましたけども、8月の14日から21日にかけてもやはり逆張りで回避率が上がってます、はい、でその後ですけども、安倍首相退任、そして次期今有力と言っていいんだと思いますけども菅官房長官お名前出てきている中で大きく下がってますけども、逆張りで、またまた回避率が上がってる。ただしですね、ちょっとこの辺の戻りを気にしたいのは104円、105円、106円というような形になってるんですけども、107円、108円を超えていくというような感じではなくて、かなり短期的にですね、うん、はい、これ為替ドル円市場取り組みの市場参加者というのはかなりタイトな横ばいのレンジ感で見てらっしゃる方が非常に多いのかなと、うん、そうなると、もう一つなんですけども、来週に向けてですね、これ自民党の総裁選の候補者の、はい、動きがずらっと出てきている予定もあるんですけども、ちょっとまたもう一つの資料もご覧になっていただければというふうにして思いますが、基本的に金融政策どなたも変わってないわけですよね、はい、でそうなってくると、各下馬評、各種報道下馬評の中でも菅官房長官というような形にはなってはいるんですけども、過度な円高にはならないけども、ここからさらに円安がさらに不要力として踏み込むのかどうかというのはちょっとこの辺のところが非常に微妙なところで、はい、唯一菅官房長官が為替に関して言及してらっしゃる発言というのもちょっと一生懸命私も、ほじくり出していろいろ調べたんですけども、菅官房長官が本で書いてらしたのが、
政治の覚悟という形で政治主導で官僚を動かすんだというような内容での本をですね、はい、以前書いてましてて、それもちょっと拝見させていただいたんですけども、おそらく今後もし出てくるとするなら2016年、ずいぶん前の話なんですけどね、はい、12月の27日の時に日本経済新聞のインタビューでですね、はい、私の重要な危機管理の一つというのはこれ為替なんだと、で為替への意思が強くて中途半端な決断は持ってませんというような形でおっしゃってるんですね。まあ、為替の危機管理に、まあ、これ怠らずというような姿勢であるのならば、少なからずともアベノミクス、まあ、看板変わって菅ノミクスとまでは言わないですけども、やはりその円高を抑制して株安を誘引させない、ないしはデフレ脱却の看板もこれ下げてないというような形になりますと、まあ米国事情、ドル事情もあろうかとは思います。そして意味ではドル売りの場面も今後出てくるとは思いますけども、はい、うん、ドル売りに関してはやはりかなり円売りをもってしてこれ対決姿勢を強めていくんじゃないかな。でそうなりますとちょっと長期的なチャートをですね、最後にご覧になっていただければというふうにして思うんですけども、はい、当面はですね、やはり104円、107円の間、うん、で今夜雇用統計ございますけど、私ちょっと注目しておりますのが、もうすでにですね、調査票の方は日銀がこれ発送してるんですけども、はい、10月の1日に9月の日銀の短観が発表されるんですよね。はい、回収基準日が9月の10日というふうにして私認識しているんですけども、この時に過度な、まあ、円安水準というのはある程度各企業も抑制して出てくるんだとは思います。まあ、8月の27日発送ですから安倍首相の退陣で、これから今後もその路線を継承するだろうというのは菅政権誕生というところで、企業群がどのような、まあ、設備投資だとかという形で出てくるかとは思うんですけども、はい、今日経平均株価もなんとか2万3000円台を維持させてという状況の中で、ドル円が今の状況であるので、今の水準感で若干円高、まあ、少し下方修正するとは思いますけどもね、はい、107円の87銭が6月の時の設定レートでしたけども、これが105円台106円台ぐらいのところになってくると、ますます上値追いというのは厳しい。ただし加減もかなり堅調性が強まってくる、うん、ちょっとその FX を取り込むあの証券会社の一職員としてはボラティリティが低下してくるとちょっと困るんですけども、はい、でもちょっとまあ現実的な通貨当局も横ばいが一番望ましいでしょうから、はい、安定した為替の水準というのがですね、もし選挙も意識してあるならば、当面はこの水準感でちょっとあまり大きな乖離はないんじゃないかな、まあ、そうしたところでこの、次期政権を睨んでの為替の動きなのかなというふうにして考察しています。はい、わかりました。武部さん、今朝はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい。